と帰ってきました。やっとこさ帰ってきましたよ。早速島次郎と小町がお出迎え。さあ買いましたよ、私はギターを。さあでは開けてみます。この緑のハードケース、なかなか見ないですね。なんか柄もオーストリッチっていうんですかね、このなんかこういう柄になってるんですね。本当の革じゃないと思うんですけどね。よし、じゃあ行きます。ザザン、ミャン。これは美しいですね。斉藤ギター、フレットの処理が綺麗なこと、ね、まだ新品だからこのカバーもついてますね、ピックアップに。でこのホールの穴とピックガードのこのラインが綺麗に合うように設計されてるとかって書いてありましたね。ここがシューッとここのホールにつながってるような感じになってるんですね。でなんかここ珍しいのがこのピックアップのエスカッションの穴とこのピックガードのビスが同じようビスで止まってるっていう。エスカッションのこのビスがピックガードにもこうついてて一体になっているという。美しい、非常に美しい。では裏も見てみます。美しい、光っちゃってるな。まだストラップピンがついてないから近いうちに工房を訪ねてみたいと思います。近所にあるんで。木目はそんなにね、こうあのトラメとかそういうわけじゃないんですけど、綺麗な綺麗な木目、派手じゃないけど、こっちはなんか結構こういうなんか柄が入ってますね。美しい、美しいです。美しい、ザザン。Thank you.
Thank you.